はい、皆さんこんにちはというよりおはようございますなんですね。今私は、午前中のね朝の表参道に来ております。というのもですね、今日は私、いつもねお世話になっております私のマネージャーにね、いろいろちょっとプレゼントをちょっとしようかなと思いまして、そんな感じで今日ねこちら表参道ヒルズに来ております。そうよ、もうマネージャーが欲しいって言ってるバッグがあるからさ、それ買いに来たのよ。今日私こちらデルボーに来ております。こちらがデルボーのショップでございまして、素敵でしょう。ちょっと静かにしないとね。あ、こんにちは。ありがとうございます。今日ねちょっと、マネージャー系が欲しいというバッグでございまして、はい、今日プレゼントできました。はい、ご紹介させていただきます。ちょっとあれ、これって限定とかですか？あ、そうですよ。こちらのブパスのスタイルの限定商品になっておりまして、はい、うんうんうん、触っていいですか？はい、どうぞぜひ。素敵じゃない？似合います。似合うの？今日似合わないこれ。似合う、すごい似合うよね。ちょっと撮ってくれな。もちろんもちろん。でメンズコーンって見たことないですか？黒が基本的に、ベーシックなお色なんですが、こちらはこのポップアップ限定のものですから、本当に数が限られております。かわいい。今日はね、私限定ものじゃなくて、はい、やはりですね、ちょっとこうオーソドックスな一生モデルっていうもの、はい、スリータイプのものをちょっとお買い求めしようかなと思います。はい、なんてかわいい。これミニチュア、これ売って売り物ですか？はい、売り物です。かわいい。お使いいただけるチャームになっておりまして、すごいかわいい。チェーンがついておりますので、うん、これ何ですか？今お寿司でございます。お寿司なんだ。いくら？すごい。かわいい。で、キュウリ、はい、すごいわ。日本といえばっていう感じのね。私も大好きなんですけど。あ、片桐さん、黒がありますね。ね、かわいい。可愛くなぁ。あ、似合う。そのサイズ感いいですね。いいでしょ。よくモデルがいいやつ。でもやっぱりこれちょっとね、フォーマルな感じなので、洋服が少し、まあ、カジュアルな洋服でもいいんですかね。合わせ方としてはね。素敵。あ、ちょっと求めてたのあるんじゃないの。ちょっとマネージャー系に。こちら、これ私もずっといいと思ってましたもんね。これこれ、このキャメルのカラーね、これすごい素敵よ。いいと思うわ。ちょっとマネージャー系持ってちょうだい。持ってみますね。いいいいいい、うん、似合ってる。素敵よ。これでぶりつけます。うん、ぶりつけるわよ。ぶりついたらカッポしてちょうだい。いいわ。これブリ、ブリやってごっく。ブリオンという、ブリオンという、ブリオン、はい、あ、そうなんですね。名前がついておりまして、はい、やっぱりデルボを代表するパックでございますので、素敵、長く使っていただける。なるほどね。これ一生もののバッグよ、はい、めっちゃいいじゃん、ね、自分で持って、自分で持ってみちゃって、はい、あ、残り少ないんですかこれ？やっぱ人気商品ですか？あ、限定カラーですかこれ？あ、そうなんだ。シーズンカラーになります。へー、あ、じゃあ定番じゃないんですね。定番っぽい色ですけどね。はい、定番はこちらからのお色目なんですね。どれですか？あ、これ、あ、はい、ちょっと黄色。なるほどね、はい、これが定番だって、うん、え、でもこっちがいい、全然こっちの方がいい。ありがとうございます、うん、こっちも高級感あるし、ちょっと重みがあっていい。へぇ、じゃあそれにしますか？はい、こちらにします。いつもお世話になってるからよ。そうよ。私自身はね、デルボーでお買い物したことないんですけれども、っていうのはほら、女性のね、ブランドでして、あ、かわいい。これめっちゃ、これってそうなんですよ。 これ全然メンズでいけるじゃん。はい、男性の方にもこれかわいい。しかもいっぱい入っていいですね、はい、あえてショルダーつけておりませんので、手を持っていただけて、カバンにこちらにございますので、かわいい。めっちゃ似合ってる。これめっちゃ似合ってる。そう、超合う。しかもこれ革やばくて、牛革です。牛革ってあんまり思うかな。はい、いいですね、うん、どうしよう。今日の格好にすごい合ってます。ちょっと待って、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 悩み出しちゃった、悩み出しちゃった。ちょっと私のバッグどうなっ
ちょっと見ていいですか、本当に。本気モードになった。結構あの開きましたし、はい。これ広がないんですね。そうなんですよ。広がりすぎないんで。はい。ここも携帯とか知ってる。ちょっと携帯入れていいですか。入る。入る。どうしよう。やば。迷ってる。どうしよう。でもこれ二つ同時に買うのは若干ちょっと。今在庫在庫確認。何点ご用意してたの？おいくつ？はい。あ、本当？いやー、ちょっと待って待って。今日何月だっけ？7月だよね。7月。7月結構私、金使っちゃったの。どうしよう。待って。ちょっと、ちゃんと考えさせて。今後の人生によって、今後の人生によってこのバッグが使わしいのがいいことだ。でも、ちょっとこれ私の今月今気になる商品として一個、脳内にインプットさせていただきまして、今日はね、やっぱりちょっとプレゼントだけということで、ちょっとこれ、次来て、あったら運命だと思って買わせていただきます。よろしくお願いいたします。はい。あ、シャネだけ取っとこう。あ、忘れないように。あ、持った感じで。あ、持った感じでじゃあいいですか。揺れるみたいじゃない？すごいわよ。ってかめちゃくちゃかっこいい。うん、かっこいい。突然にこう。同時に、また今日の今月のスケジュール。大丈夫だよ、でも。大丈夫だと思いますよ。ね、はい。やだ。私ちょっと久しぶりに大人買いしちゃうかもしれない。だから買い物来る子はいつもこうじゃん。いつもこうなるじゃん。じゃあこちらもお願いいたします。本当に大丈夫ですか？え？大丈夫ですか？大丈夫よ、だって一生ものに出会っちゃったじゃない。そう、いや私はね、なかなか欲しいというもの見つかることないんですけれども、こうやってね、街に出るとやっぱり出会っちゃうんですね。たまにね、来たこの表参道ということで、私は今日の思い出としてこちらのバッグを買わせていただこうと思います。プレゼントできたのにね、自分のバッグを買ってしまう。急にお揃いになっちゃいましたね。そうよ、家で、ね、思い出。これチームワークということでね、これからもお仕事頑張りたいと思います。私もうちょっと大人になったら、はい、自分大人なんですけれど、もうちょっと上のミセス世代になったら、こういう刀のカバン持とうかなって思います。先ほどのも、ね、やっぱり気になっているか。それ可愛い、似合う。またこれ鍵穴をイメージしていて、そういうの似合いますね。またネイビーと、なぎりさんネイビーも似合う。ネイビー大好き。あ、かわいい。今日のバッグとかの中に入れていただいて、お財布とあとスマートフォン入れてしまわれて、で、これが面白いのがですね、だまし絵の、あ、すごい。はい、おしゃー。おしゃー。あ、すごいすごい。中側に入れていただくと、かわいい。これはもう大人の遊び心ですね。いや、上質なものなのにこういう遊び心があるってすごい素敵。これこのまま使うのもいいんですが、今日のようなバッグにこれだけ入れて使ってもいいです。なるほどね。いろいろ使い勝手が。じゃあこれも買ってちょうだい。なるほど。お上手。お上手。私こういうところでもいただくものがいっぱいあるんですね。こうやって進めていくんですね。かわいいね。黒がね、多かったりしたら、この色も程よいポイントになって。確かに。はい。いや、さらに上のね、ミセスミセスになったら、白を持ちたくなったりですね。やっぱ白は怖くて持てませんから。そう。やっぱ白い服と白いバッグを持てる世代っていうのはね、人生に余裕があるから。白かわいいですね。かわいい。あ、かわいい。
うん、帽子になってる。はい、でまたここも。あ、本当だ、かわいい。めっちゃかわいい。帽子。かわいい。私も思いがけないお買い物しちゃった。今日はデルボーでね、一生もののバッグを買わせていただきました。すごい気分になっちゃってるでしょ。そうよ。